おはようございます。延岡ロイヤルホテル、ここが泊まったところですね。なんと1泊1人当たり2500円、朝食付き。破格に安かったです。安いだけじゃなくて割と良かったですよ。しかもの予定は桜島目指して、桜島のフェリーを乗って天草まで約400キロぐらい走ることになりますね。本当は日南のモアイ像を見に行く予定だったんですが、あいにくの天候でして、もういつ降ってきてもおかしくない。今降ってないんですけどね。まあそういうこともありですね。というようなことで。そうこうしながらの動画はね、ちょっと鹿児島県内に入るまではこのまま止まった状態になるんじゃないかなと。まあ高速乗ってきますしね。んなことですわ。それでは出発します。桜島がよく見える天文台に来ております。まあ、ちょっとね、雲が多いので確実に見えはしないんですけど、工事の方らがね、お昼休憩にしてますね。今からあの桜島を目指します。
们在渡轮。はい、おはようございます。今日は4日目の朝ですね。ちょっと風が強いのでね、録音できてないかもわかんないですけど今日は天草にある八福キャンプ場こういうところなんですけども、ね、で風が強くってね、喋ってても聞こえるのかどうかが分かんないですね。今日の予定は熊本城と阿蘇を見てですね、福岡へ行く予定ということになっております。さあ、この旅行中ですね、今 GoPro の方がほとんど役に立ってませんのでね、本当に早急にだからバグ直しをしてもらわないと使い物にならないですまあ、そんなこんなで今日も張り切って楽しんでこようかなと思います。もうすぐ日の出かな。